ない状況で配信やってます。漏れてる？今日漏れてる？メイクしてます。今日軽くちょっとだけメイクしてます。多分ね、痩せたんだよな。痩せ多分あの元気ない時にあんまご飯食べてなかったから痩せたんだよな。ちょっと誕生日にケーキ食べました。こんくらいのこんくらいのなんかデザートを食べて、でも美味しいご飯をねいっぱい食べました。誕生日にイエーイ。ね、ルンちゃんも配信してたね。今日はお稽古があったんですけど、舞台のちょっと早く終わったので時間ができて配信してます。お話し会の時スマホ倒れそうになる。そうだよね、大変だよね。みんなもメイク顔久しぶりに見たかも。本当この前もしてたけど、してると言うてもだけどね、めっちゃもうちょいのちょいで終わらせました。やっぱリップ濃いとそう見えるかもしれないけど、でもなんかめっちゃしてるように見えるけど、本当にねめっちゃ薄いです。もう薄いとかのレベルじゃないくらい、シャシャシャーンって。今日朝時間がなかったので終わらせちゃいました。なんかでも白く見える。絶対なんか照明とかのあれです。白く見える。この白いこれを置いてるからお肌も白く見えるから。もう5分も経ってないメイクです今日は。ファンデーションもちょって下ろした。よっしゃ。超今前かがみで喋ってます。角度がさ超姿勢悪くやってる。今日はもうご飯食べました。今日なんか稽古の日本当にご飯あんまり食べなくてなんか気づいたら全然食べてないみたいな感じなんですよ毎日。今日はなんか昨日夜いっぱいあのリサさんがツイートしてらっしゃったけど、すごい美味しいご飯をルンちゃんと一緒に食べさせていただいて、そうお腹いっぱいだったから今日はね、朝からずっと朝食べなくて、お昼今日夜ご飯食べるまでカステラ2個くらいしか食べてなかったんですよ。でもなんかそのコロナの時でめっちゃいいちっちゃくなっちゃって全然食べれなくなりました。ご飯が悲しい。少しずつ。あ、なんかね、昨日はね、いろいろ食べました。中華を食べました。中華料理。私の大好きな中華料理を食べました。そう、胃を大きくしていかないと。めっちゃ小さくなってしまいました。味覚はもう完全復活。マジ良かった。もうこのまま味覚戻らなかったら本当にショックだと思って、絶対にそれだけはって絶対にそれだけはって思ったけど、もう食べることが楽しみだからね。味覚おかしくなってたけど戻った。
すぐ戻った感じ。肩と背中と腰痛くなるこのこの体勢。この辺の話そっかな。めっちゃ下からアングルで嫌なんだけど、超嫌だ。もうちょっとちゃんと上から撮りたい。あれ買おうかな、スタンド持ってくればよかったけど。買おう。そういえばツイッターで今さっきツイートしたんですけど、ジョン・マイ・ラブで鉄役を演じるんですけど、みんな今までのエイトの鉄のみんな、例えばルンバだったらルン鉄とか、ハッツだったらハツ鉄とか、ユーナだったらウナ鉄とか、何鉄っていうのをみんなついてるんですけど、私はまだちょっと決まってなくて、それがヨシ鉄とレン鉄で悩み中で、あの投票のあれを作ってるんで、まあ、参考までに、あれに決まるか分かんないけど、まあ、ぜひ参考までにしたいと思ってるので、ぜひ投票してください。レン鉄かヨシ鉄です。そこで悩んでます。まだ決まってない。めくってつはあの入れなかったです入れなかったです。本だってさ、それ入れてたら絶対それに決まっちゃうやん。みんなそれに投票しちゃうでしょ絶対。めくってつは嫌です本当にめくってつになっちゃったら嫌。でもね、4期のキャストで女子組、女子キャスト組の中でその話をしてたんですよ。何鉄がいいかなみたいな。で、女の子はみんな、あ、連鉄連鉄って即答でした即答。あのキャストの女子組はみんな連鉄推しでした。絶対連鉄って、連鉄が可愛いって。まあね、でもハツカとかはヨシテツがいいみたいなんですよね。ヨシダヨシダって言ってるから。そういや、どっちもいいよね。ヨシテツ、ヨシテツってしかも私って感じするし、ルンちゃんのルンテツと似てるからっていうのも考えたらまあいいなと思うけど、まあ、やっぱり可愛いのはレンテツなんだよ。ぜひ参考にしたいので、皆さん的にはどっちがいいかぜひ投票してください。明日までできるから。ダーテツも入れませんでしためくってつとダーテツもあったからね。それに決まっちゃったら絶対嫌だから、ね、入れなかったです。やだよダーテツって、やだよ絶対嫌ですよ、うん、楽しいね。もうそのうち懐かしくなるんだろうな、連鉄と吉鉄で悩んでたなみたいな。貴重な時間ですよどっちもいいよね。経験は誰にあるの？多分私。普通に、なんだろう、なんか別に誰が決めるってあれもないよねっていう、自然と馴染んでいく感じ。ちょっと横内さんとかにも聞きます。横内さん吉鉄って言いそうだななんとなく横内先生は吉鉄って言いそうです。吉鉄以上って言いそう
かんないけど。めくってつ、めくってつは絶対嫌です。超私嫌ですって言って嫌です。ありがとう。この背景だからさ、みんながまだおめでとうっていうコメントをくれて嬉しいです。ありがとう、ありがとう。今連鉄が勝ってるね。連鉄好きな人が今多い。吉鉄が追い上げてくるかもしれないから分かんないです。私すごい今ね、右腕だけすっごい筋肉痛なんですよ。この稽古でとあるシーンですごい右腕だけムッキムキになっちゃって、そのうち皆さん分かると思うんですけど、その稽古中のとあるシーンで右腕だけすっごいムキムキになって、今あの筋肉痛がすごいんですよ。やばい、マジこうして、あ、見えてないわ。こうしてこっちだけすごいムキムキなのがめっちゃ分かりやすいんですよ。ムキってなって、やばい、すごいバランスの悪い筋肉のつき方になって。本当に今度劇場公演とか出た時にさ、この腕出しのさ衣装とかサムネイルとかあるじゃないですか、あの鏡とか日割れた鏡とか結構腕出すからさ、あれ右と左でなんか腕の太さ違くないみたいななるかもしれん。こっちだけめっちゃムキムキやなんて、いや、なぎなたじゃないんですよ。なぎなたじゃなくて、そこでっていうシーンでちょっとムキムキになってしまって、やばい。めっちゃなんかね、あんま使わない筋肉をすごい使うので、稽古中にすごい筋肉痛になってます。もうこっちだけ肩が重い。朝起きてこっちだけ、あれ痛い、上がんないみたいな。ほんみんな察しても、あの稽古の頑張りなんだなって思ってください。いつか私が右腕と左腕の太さが全然違くて本当に。もともとめっちゃ筋肉がつきやすいタイプなんですよ。ムキ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 なんですよ、肩とか腕とか。だからちょっとそんな筋肉つきそうなことしちゃったらすぐムキムキになっちゃうから、めっちゃやばいやばい。あ、やった15分。まだ15分経ってなかった。無機鉄。やだよ。気持ちいい。筋肉痛なんですって話してたな。すごい。気になっちゃう。やめても、みんな金鉄マッチョ鉄とかやめてください。パワーパワーパワー、ムキムキです。めちゃくちゃ
みんなはどんな一日でしたか。急にだけど、明日で8月も終わっちゃうもんね。びっくりポンだぜ、びっくりポンだぜ。名字吉田です。名字は吉田です。焼き焼けです。お疲れん。月末だね。前髪伸びた、めっちゃ。いや私この前ね、本気で切ろうと思ったんですよ、誕生日の日に。前髪切っちゃおうって。だけど今ずっと稽古やってるじゃないですか。稽古中ってずっと前髪上げてるんですよ。だから、あ、そういうのも切ってもなと思って、いろいろ悩んで結局切らなかったです。毎日こうやって前髪上げてるからね。切ったとこで前髪長い方が上げやすいなと思って、結局切らんかったです、切らんかったです。東京今雨降ってんの？寒い、あ、なんか寒いって言ってたな。ロングヘア、ロングヘアですよ。しばらく冬まではロングヘアです。成人式終わるまで。新曲のエッスンまだ受けてないね。まだあんまりあれ見てないけど、新曲可愛かったね。可愛い曲が、可愛い曲だ。素敵だった本当に、みんな可愛すぎた。もう全てが可愛かった。なんかやっぱダンス曲、ダンス曲って来てたじゃないですか。私もダンス曲大好きなんでもいいんですけど、こうやってダンス曲続いてからの可愛い曲っていいですね。なんかギャップというかいいですね、その差が。かっこいい AKB もいいし、可愛い AKB もいいし、最高。可愛かったな。衣装も可愛かったし、みんな可愛かった。顔が可愛い、顔が可愛い。みんなお楽しみです。私もいつか歌うから、歌うと信じてますけど。楽しみ。例えばお話し会も皆さんぜひ待ってます。ぜひぜひお話し会来てくださいね。下から吉田カレン、劇場公演で、そうかな、そうかな、どうだろう。そんなこともなさそうな、こともなさそうな、どうかわかんないけど。パワーやめて。福岡から愛媛、飛行機、福岡から愛媛でね、電車でしか行ったことない。新幹線と電車を乗り継いで、飛行機でね、飛行、基本飛行機だと思います。Thank you.
ほんと話してないと寝ちゃう、私寝落ち配信しちゃう寝落ち配信しちゃう。何時までしよう。8時か。もう、いや、まだ8時か。いや、どうだろう。もう8時か。何時から私やりましたっけ。40分か。7時40分から配信始めたから。20分までやります。8時20分に終わります。配信てかそう、スタバのね、スタバのね、あのあれさなんかご当地フラペチーノみたいな、もう終わっちゃいますよね。あれ飲みたかったのにな。この前一回めっちゃ朝早くに行ったけどもうなかった。全部ほうじ茶飲みたかったの。うん、もう終わっちゃう。うん、あ、山梨のぶどう、ぶどうめっちゃ飲みたかった。全然飲めなかった、どれも。そうだね、ワーズさんあるね愛媛には。早く行かなきゃ。じゃあ明日まで、明日で終わっちゃう。次は何が出るんだろう。秋だからね、秋の味。なんかお店とかもさ、秋のスイーツとかが出てきてさ、あ、秋だなって思ってます。いいね。いや早いね、もう秋やって寂しい、夏が終わっちゃうよ。寂しいね、夏の終わりって。なんでこんなにも寂しいんだろうね。まあでも私にはちょっとマイラブが待ってるから。いいんだいいんだ。次はマロン。そうなの？いや、美味しいやん絶対。花火ね、見てないよ。でもさ、9月とかまだギリあったりする？どっかで花火見たかったな。でも花火するのはしました、何度か、家族とか友達とかで。さあ9月からマロン系です。飲めるかな。誕生日おめでとうって、ありがとう、ありがとう。そう、花火したんですよ。愛媛で花火大会あるかな。
調べてみようかな。一人で見に行こうかな。寂しすぎる。寂しすぎるやろ。るんちゃんでも誘って。線香花火。いやー、夏は線香花火しないと終われないっすよね。線香花火しないと終われないっすよね。割と花火見れないからせめてっていっぱいしました。花火は愛媛9月で調べたけどなかったです。え、東京、東京である。いや、夜とかさ、結構もう涼しくなってきたよね。秋だなって思います。かき氷はね、食べたかな。食べました。かき氷、あつかと一緒に食べた。鯛めし食べてないですよ、まだ。鯛めし食べなきゃな。マジ最近写真撮ってなさすぎてさ、なんかあー、ツイッターとかなんかインスタとかに写真載せたいなーと思うんですけど、マジ写真ねえなーと思って。メイクしてちゃんとした写真全くなさすぎてやばい。ちょっとおしゃれしてメイクして写真撮らなきゃです。早くメイクはしてるけど髪ボッサボサだったりさ。自撮りいっぱいしないとやばい。マジ自撮り本当撮ろうってちゃんと意識しないと、マジで何日も全然撮らないみたいなことはよくあるから、やっぱりです。スピコ、いや大体、あーでも、いやそうですね。稽古中の私は髪ボッサボサでいつも怖い顔してます。こうやって本当、私もう最近めっちゃ時間、自分でもすごい、もう真剣な時の目が怖いですよ絶対。もう自分でも分かるもん。めっちゃ、いや真剣な時とか集中してる時すっごい目つきが悪くなるんですよ。絶対怖いだろうな、こういうの怖いって思われるんだろうなって、すごい自分でも目力がめっちゃ強いですよ、よく言われるし。
めっちゃもうなんかさ、その他の方の演技してる時のとかをこうやって見るんですよ。でちょっとあの気づいたらめっちゃ何そう、あめっちゃ目に力入ってたと思って、あやばいやばいってよくやってる、ああほぐそほぐそみたいな目力が強い、絶対怖いって思われてるやろうなって。本当にまあちょっと直したいんでそれを、だからすぐ目つき悪くなっちゃう、もともと悪いのに、うん、なんかその目つき悪いの直したいです。なんかリサさんとかそれこそ横内さんとかその 話してる時とかめっちゃ睨んでるだろうなって思って、すごい真剣に話聞いてる時とかめっちゃ睨んでるんだろうなって、そうちょっとって思ってます二十歳は目つきを悪いのを直したいと思います。優しい表情になれるように努力したいと思います。怒ってるって思われちゃいそう。眼力がすごいから、ね、多分舞台見に来たら、おお目力すごいなって多分思っちゃうと思いますよく言われる。そろそろマツパに行きたいんですよ。マツパ、まあでも上がってる、最後に行ったのいつだろう、視力が落ちてんのかな。そうでも絶対、いや視力も落ちてそうだけど、すごい真剣になるとね目が怖がるんです。まあでもそれをね、生かしてっていうふうにリスさんにも言われたから、この私の眼力を生かして頑張りたいと思いますだけど優しい表情に普段から、印象って大事ですからね、怖い印象持たれるの嫌だから、優しい人で優しい表情イエーイ。もう20分なっちゃうじゃん、早くない？え、やだ、ちょっと40分まで伸ばします伸ばしますなかなか終わりたくない人、いや配信って本当に終わりたくないんですよえ、まだって感じになっちゃう、もう20分なっちゃうよね、嫌じゃないみんな時間もで、20分に終わるとか言っといて、でも今日は早く寝ないと。って言って別に何も話すこと別にないけど。
ありがとう。マツパ7月27日にしたのか。じゃあ1ヶ月しか経ってないのか、まだ。そっか。そっかそっか。いつも2ヶ月くらい空いてる気がする。確かにこうやって見ると上がってるな。まあちょっとバラつきは出てきたんですけど。難しい、微妙な。最近めっちゃ夜更かししてる、やばい。早く寝なきゃ。でもね、もうちょっとこんくらいあげたいんだよ。やばいやばい。早起き頑張んなきゃ。マツパ行ったら、そう、マツパしたら目大きく見えるから、もっと目力すごくなると思う。ギュンって早く。そうですね、私は12時前に寝たら早く寝たに入ります。やばいよ、その日中に12時前に寝ることってほんとないですね。私よくないね、マジで。12時前に寝たら奇跡なレベルすごいすごいことです。いや、そう考えると本当にね、夜型人間って。いや、そうそうそうだね。確かに愛媛にいたら松葉とか美容院とか、いつもでもあんまり美容院とか定期的に行くタイプじゃなくないから良かったなと思います。毎月1ヶ月に1回トリートメントするとかさ、染めててカラー直さなきゃいけないとかの人じゃなかったから良かったです。ほんと半年行かないみたいな、9ヶ月行ってないです美容院みたいなタイプだから良かったです。もっと行く人だったらさ、こうやってちょっと愛媛にいたりしたら大変だよね、そういう面で。良かったです。だからね、携帯それな、これすごい今スマホめっちゃギリギリの状態でバランスを保って配信してるから、なんとか事故らず、うん、ね、そうやってネイルとかさ、美容院とか松葉とかすごい定期的にちょこちょこ行くタイプじゃなかったから、こういう時助かりますね別にすごいあれじゃなきゃ、もっと行った方がいいんだろうけど、本当はこういう時に助かります美容院もね、もっと行ってないですよ今半年、もう半年更新しました。2月に多分美容院行ったのが最後だから、もう半年行ってないです美容院。
でも意外と半年いかなくても生きられるもんだなって思います。別に私はカットぐらいしかしないんですよ。その染めてもないし、別に やることないからね。染めてたらやっぱ傷んじゃうから、トリートメントしたりとか、こうやってカラーを直したりとか、ストパとかも別してないし、意外と生きていけるもんですね。そう、染めたらねケアが大変なんですよね。順調に伸びてきてよかったです。頑張ってるよ、マジで頑張ってるよ。何度も切りたくなったけど、成人式のためにって頑張って伸ばしてます。頑張ってる、本当に。もうここまで来たらね、いやまだでも短い時の自分見ると、あー短いのいいなって思ったりするんですけど、まあここまで伸ばしてきたら、まあまあだいぶだいぶ、このね伸ばしかけがやっぱ一番大変なんですけど、だいぶ伸びてきましたね。いやー、よく短いのも良かったよね。ボブいいですよね。私めっちゃボブ良かったなと思います。着てあれ正解だったなって思います。いいよね。どっちが好きですか？私、いやずっとロングだから思うかもしれんけど、ボブの方が好きだったかもしれん。どうですか？それは自分が何新鮮だったからかな。やっぱロングの方がいいのかな。ロング派ってよく言われるけど、短いのも、なんなら短い方が自分は好きでしたけど。今はね、もう今日さずっと結んでたから、もう跡が、あーすんごい、もうお団子の跡がすごいですけど、引っ張ったらこのくらい、わかりますか？すごい跡、だいぶ、ほら、私鎖骨のあたりまで伸びれば成人式の前撮りいけるなって思ったんですけど、もう鎖骨すぎました。だいぶ鎖骨からもうこんくらい、どんくらい、これ5センチくらい伸びました。超すっごい、あと朝からずっとお団子してたから、もう結びの跡がついてます。やっぱもうもう毎日さ髪結んでるからやばいよ。でもさ、髪伸ばすには結んだらいいみたいな言うじゃないですか。だからすごい今めっちゃ伸ばせてるかもしれない。毎日髪も結んでるからね、お団子で。お、ボブ派？ボブ派ね。私巻きって巻きでいける、このすっごいブワンブワン。ずっと結んでるから。いや、巻きって言って騙せてますか、これ。いけそう？巻いてます。今日は巻きました。巻き下ろしです。今日は巻き下ろしです。イエーイ。
でも行けそう。いや泣きました。でも飲めたよね。飲めましたよね。だいぶ。だってその2月最後に切った時はもう肩くらいだったから、つくかつかないかみたいなとこだったから、飲みましたね。半年でだいぶ頑張ったぞ。めっちゃ。このまま1月の成人式まで伸ばしたらどこまで伸びるのか。腰までは伸びないかな。あと5ヶ月もないか、4ヶ月ぐらいですから。どんくらい伸びるかな。今はさ、ロングとはまだ言えない、なんかミディアムみたいな、微妙なロングみたいな長さだから、ロングヘアって言えるまでにはなるかな、1月には。確かにこれから今から配信見た人は髪巻き巻きでいけるかな、巻いてますって。さっきから見てる人はあれだけど、成人式終わったら着るとは今は思ってるけど、わかんない。もうロングの良さに慣れて着れないかもしれないし、どうかわかんないけど、今は成人式1月終わったらバサッて着るつもりです。どのくらい着るかわかんないけど、うえーいしょい全部おりえって切るつもり。さっぱりしそうだな。シャンプー楽ーって何その楽ーってびっくりしちゃいそう。なんかこうやって徐々にさ、髪が長くなっていく分にはシャンプー大変ってことはないけどさ、バサって切った時のうわ楽だ楽だってはなるんですよね。やっぱりギンね。確かに成人式終わったら染めちゃう。切った髪の毛視聴者プレゼント、気持ち悪いことはないやめてください。髪乾かすの大変。いや乾かすのは別にね、言うてないよ。まあでも言うてそんな長くないからね、今もあれですけど、伸びたけど言うて今もそんな長い方でもないから、髪乾かすのはまあそんなすぐ終わりますけど、いやそうそう。でもねボブの時楽だなと思ったけど、今伸びてきて別に大変だとは思わないんだよ、ね、切った時は楽だなってなるけど、別に伸びてる最中の分には大変ってはあんま思わないよ。切った時に実感する、めっちゃ楽だ。髪の毛の話。まあそうね、髪の毛癖すごいんだよ私。三つ編みできますもん、何度かやってる最近イベントとかで。
やっとね伸びてきて、いろんなヘアアレンジが、やっぱねヘアアレンジがねいっぱいできるのはいいなと思いましたね。短いとやはり限られてくるので、そう思うとね、そうそうそうなのよ、短いと楽だけど長いとアレンジができる。やっぱアイドルだとさ、いっぱいヘアアレンジできた方がいいじゃないですか。だからそうだね。みんなもいろんな髪型が見たいですよ。でしょ？長いうちに、髪の毛長いうちにいっぱいアレンジします。そう、最近特にねいろんなヘアアレンジやってるんですよ。頑張ってね、考え、自分でね、あーどんなのがいいかなとか考えて、あとはメイクさんに案をもらったりしながら、こういう髪型やってほしいって言って言うのあったら教えてください。ぜひ。もうちょっと伸びてきたらツインテールとかしたいですね。ツインテール微妙な長さでまだ似合わないんだよ。やべ、ツインテール似合わないんだよな。ツインテール似合う女の子になりたい。10代のうちにしかできないヘアスタイル。そんなこと言われるともう10代じゃないんだなって悲しい。いや、そんなのないですよ。何歳になってもヘアアレンジなんて何でもできますから。何歳になっても10代だからとかないんですよ。ないんすよ。そんな何歳になってもツインテールしていいんすよ。ねえ。何歳になったってツインテールしましょうよ。三つ編みだってしましょう。そうだぜ。いつまでたっても女子だぜ。ウェイ。ウェイ。腕上げたら筋肉痛の腕が痛む。エイツの日の髪型良かったよね。いや、ちょっと今日ははっちゃけちゃおうとかふざけた髪型だけど、まあ今日くらいいっかなと思って。だけどみんなから意外と可愛いって言われたから、またいつかやろうと思います。機会があればね、バッチコイの動画をなんて言う、動画をあれ。バッチコイ見た方ならあれが何の表情か分かるんですけど、なんじゃこりゃですよね、マジで。ウケる。みんな感想書き込んでね。感想ってなんじゃねんってあれですけど、かりんちゃんウルフカット似合うんじゃない。そう言われる、ウルフ似合いそうだね。自分でもウルフやってみたいと思いますけど、まあね、確かにいいよね、ウルフかっこいい、やりたい。だけどウルフやっちゃうとヘアアレンジがすごい難しくて悩みます。
千代さんの毛利さんのやつやばかったね、あれめっちゃ面白かった。ハーフアップ、ハーフアップ似合う顔だよね私。すごい小さい頃からよくやってるハーフアップハーフアップ似合う顔。やばい髪の毛、うーすご、もうそのうち本当にこの癖がついちゃいそう髪に。毎日このお団子だからやばい。これで毎日お稽古やってます。こんな感じでにらみを聞かせてます。目キラキラで。40分過ぎちゃった。早くない？30分もしてない感覚なんだけど。あ、でももう9時になっちゃう、あとちょっとで終わんなきゃね、早く寝なきゃね。分かってるんだ分かってるけど早い、やだ、あと3時間くらいできるあと3時間くらいできるわ。またやります配信またやります。本当に楽しいね楽しい、私は一人で楽しんでるけど、別にただ一人でさ、こうやって喋ってるだけなのにさ、ゆったりゆっくり、特に内容のさ、ないような特に内容のないような話ばっかりで、だら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 喋ってるけど、すいません、ほんとお茶会、お茶会招待ですよこれでもめっちゃ楽しんでます私は一人で見てる方はつまんないかもしれないけど、私は一人でこうやってダラダラ喋って楽しんでます。イエーイイエーイ。いや、それがいいんだよってみんないつも言ってくれるから、こういう時間も大切ですよねゆっくりおしゃべり。あー、よかったです、息抜きになった、嬉しい、こんな配信でも息抜きになったって言ってもらえて嬉しいですまたお話いっぱいしましょう。明日からも頑張りましょう。みんな早く寝ようね私も今日は早くね、今日中に寝れるように、あと3時間あるから、お風呂入って、まあ、いろいろ復習して3時間以内に寝る目標。今日火曜日だもんね、明日水曜日頑張ろう。今週末ちょっと明日も頑張ろうね。
え、わかります。私今日めっちゃ悩まってますよね。なんか話してて思ってなっちゃった。それな、やっぱりそうだよね、やっぱりそうだよね。なんかさ、そのジョン・マイ・ラブのあのキャストさんで翔太さんってめっちゃなまってる方がいるんですけど、それにつられてる気がする。わかんない、なんか変。でもまあ基本イントネーションおかしいってよく言われるんですけどね。どうだろう、いつもいつもかな、どうですかね。わかんないけど、今日なんかなまってる気がするって自分でも思ってたけど、よくわかんない。翔太さんに引っ張られてる、めっちゃなまってるから。あの人沖縄のあのイントネーションに引っ張られてしまって、方言がでイントネーションがそうね、確かに愛媛福岡に近いから、東京に比べてちょっと出てきてるかもしれない、福岡の私がちょっと出てきてるかもしれない。でもやっぱね、私例えばミスちょっと待って喋りますけど、ミッサー本当に最近すごい思ったのが、ミッサーと喋ってる時めっちゃ方言出るんですよ。私この前自分で話しててもうわめっちゃ方言出てるって気づいちゃったくらい、ミッサーやっぱだから隣の県じゃないですか、佐賀と福岡で、そういう人と話してると出るんか。ミッサーもさ、私と話してるとよく方言出てるんですよ。やけんさーとかさ、そうなんとかやけんとか、なんとかやっととかさ、お互いめっちゃ出てるなってミッサーと話してる時思ったんだよね。だからやっぱ同じ地域の俺九州の人とかとさ話してると出るんかなと。福岡にいたらもうめっちゃ方言なんですよ、もちろん友達とかと話してると、電話とかでもね。やっぱそういうのあるかもしれない。愛媛も福岡に近いからちょっと引っ張られてるかもしれないいや確かに思いました今日の私、ちょっとなんかと思いました思いました。こうやって敬語で喋ってると、そうね、いや確かにイントネーションは出ちゃうね。方言敬語で喋るとあんまり方言なんとかやけんとかあんまり出らんけど、出らないんですけど、イントネーションはやっぱ出てしまうそう、翔太さんのせいです。翔太さんのせいが一番ね。お友達とまた配信しますね、電話でも。ブラウンちゃんと、ブラウンちゃんもえしたいしたいってずっと言ってるんでそう、私の地元のお友達と電話でね、また配信、ここに置いて一緒にも配信したいし。まあね、そうそう、イントネーションおかしいってよく言われるんですよ。よくんって言われるから、まああるあるですね。はいはい、もう終わります終わる流れだったのにまた話し込んでしまったなんかさ、おばあちゃんみたいじゃないですかよし帰ろうって、帰るかなと思ったらまた話してずっとみたいな。おばあちゃんってそうですよねまた話してるやばいやばい。でおばあちゃんたちってそうですよね、もう帰りそうで帰んないよね、ずっと喋ってるおもろい、久しぶりに会って、いやもう終わります終わります、また話し始めてから、おばあちゃんになってるやばいやばい、ね、お酒飲んでる人みたいですよね。やばいやばい、全然です、ノンアルコールノンアルコールです。
あ、やばいやばい。あ、意外とさ、事故らなかった。このめっちゃギリギリのバランスで今スマホめっちゃ保ってるけど、意外と事故なかったですね。バタって。よし、終わっちゃうよ。もう終わります。終わるからねさっさと終わるって感じです。見てる人からすれば終わる終わるって言って全然終わらんけ。さっさと終わるよって感じです。終わります。いい加減に終わります。はい、それではランキングを読みます。13位ひがさん、ありがとうございます。12位ひでとさん、ありがとうございます。11位あまつかぜさん、ありがとうございます。10位モスさんさん、ありがとうございます。9位まさやさん、ありがとうございます。8位はやちゃんさん、ありがとうございます。7位ジャリングさん、ありがとうございます。6位トリオエジさん、ありがとうございます。5位わさっぴさん、ありがとうございます。4位タートシさん、ありがとうございます。3位トーンちゃんさん、ありがとうございます。2位ももかんさん、ありがとうございます。1位あきふみさん、ありがとうございます。お、22日か26、そうそう、てかね、みんな私のジョンマイラブの初日が22って知ってるのかな。待ってますね、ぜひ。稽古頑張るから、みんなも頑張ろうね明日から。また鉄の名前ぜひツイッターで投票してください。この配信終わったらツイッター開いて投票してください。ぜひ。それじゃあ、ありがとう。みんな長い、ちょっとだけって言ってからさ、もう1時間以上もしてしまってすいませんね。本当にこの夜の貴重な時間を申し訳ないです。また配信します。じゃあ明日からまた頑張ろうね。ありがとうございました。ゆっくりお休みくださいませおやすみなさい。ありがとう、本当にありがとう。楽しかったです。じゃあね、ありがとう。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。